山フリーズボラ山本まりです。暖かくなってきて春のお花が咲き始めました。3月14日より夏時間に入りこれからどんどん日が短く伸びていきますね。ではお知らせに入ります。ラダーフォード軍のケトロン軍長は2月27日に昨年10月から施行されている軍のマスク着用例を今月3月15日月曜日より解除すると発表しました。ケトロン軍長は利用。 利用可能なデータの多くと慎重な検討の末3月15日に着用令を解除することにしたただし、軍内の住民にはラダフォードレスポンシブルを守り責任ある行動を取り,続けて取り続けることを求めているとのことです同時にコロナのパンダミックを抜け出せたわけではないと強調しこれまで通り人 他人人ととは6フィィーートの距離をををを取るるソーシャルデススタンスを守り、人混みを避け、け手洗いいするようにと呼びかけていま,すまたワクチン接種が始まってはいますが CDC によりますと今後も予防措置は必要でありワクチンとともにこれらの対策を同時に行うことでうまくいけば近い将来私たちの地域社会が正常な状態に戻ることが期待できるだろうと述べました次のお知らせです。 現在のテネシー州とラダフォード郡のコロナの状況についてですテネシー州のコロナワクチン接種3月8日の時点ですでに164万8092本のワクチン接種が終了しており1回目のワクチンを受けて2回目がまだの人は46万7655名2回目の接種を終えた人は58万7123名となっております。週内でも週内で最低でも1回のワクチン を受けた人の割合は14.4%となりました。 3月,8日の3月8日のテネシー州全体のコロナの状況ですがこの日1日だけで新しくコロナに感染した人は420名でしたこれ,よりこれにより州内での感染者数の累計は78万3904名となりましたまたこの日だけで9名が死亡しこれまでの死亡者数の累計は1万1556名入院患者数は24名減って 減って現在入院中の人は722名となっていますまた3月8日の時点でのラダフォード群のコロナの患者の累計は38,878名となりました群内で現在コロナに感染している人の数は884名コロナによるこれまでの死亡者数は389名となりました 2週間前と比べて一日にコロナにかかる人の数が約半減しており死亡者数も減ってきているので収束に向かってきていると願いたいです次の知らせです。 こちらもコロナについてなのですがワクチン接種についてです私たちの住むラダフォード群では3月9日の時点でこれまでの医療医療,医療関係者などのリスクに応じた段階の 1a1 1a2 1b の方に加えて 1c に該当する方そして年齢に応じた段階の65歳以上の方がワクチン接種の対象となっておりますこの 1c には16歳以上でリスクの高い病気をお持ちの方そして妊娠中の 女性などが含まれていますますたラダフォード軍では3月2日に新しくコロナワクチン接種の順番待ち登録申し込みサイトを、えー 申し込みサイト www.covidrc.com を作ったということです既存の州の保健局でのサイトと同じ内容となっておりますがこちらは軍が作ったローカルワンということです接種を希望されます方でご自身が接種できる順番が来たときに連絡をもらえるようにする登録を済ませていらっしゃらない方はご利用になると便利だと思います 持病や年齢などを答えて登録を行ってくださいこのサイトはラダーフォード群の住民専用の順番待ち登録サイトです予防接種の予約ではありませんのでご注意くださいそれからワクチンの接種が受けられる場所についてですが前回のリストに加えて MMC マフリズボロメディカルクリニックも追加となりましたこちらはモデナ社のワクチン接種ということです次の知らせです 2月の11日から19日にかけて北極からの寒波により大雪が降りましたナッシビルの国立気象局によりますとこの寒波による中部テネシーでの氷点下の日ですが過去5番目に長く続いたということです2月11日木曜日に気温が氷点下となり7日間以上氷点下が続き2月19日金曜日の午後になって初めて0度を上回りました氷点下の日が7日間連続したのは43年ぶりで1,800円 1871年からの記録史上5番目に氷点下が長く続いたということです北極からの北風に加え雨とみぞれが表面を2分の2インチほど多い数日後には積雪が6インチとなり、えー、群内が深い氷結,結状態となっていましたまたこの冷化により各家庭での電気使用量が増えたということです支払いの難しい方のために電気代の支払いの難しい方のためにマンフリスボルテネシーエレクトリックで マンフリーズあミドルテネシーエレクトリックではたとえ未払いであっても3月2日までは急に電気を切ることなどはせず困っている方は電気を利用し続けられるように相談にのりますので連絡を入れてくださいと呼びかけているということです次の知らせです2月の半ばの寒波寒波の後は比較的暖か,暖かい気候となりお庭のお庭などの掃除の季節となりました冬に溜まった 落ち葉や枯れ葉を片付けるのに焚き火をするのが便利な,じ便利なのですが州の農林業局では5月15日まで州内のほとんどの郡でパンパーミットと呼ばれる焚き火の許可が必要ですと住民に呼びかけています。 屋外でのの炉や市内のファイアービッツはご,ご利用になれますただし大きさが3倍3以下の大きさで自然のも,ものは燃やしても構いませんが例えばペンキのついているものとか処理してある木などは燃やさないでくださいとのことです。 市内,で市内で庭のゴミを燃やしたい場合にはマンフリーズボロ市ではバンパーミットを発行しておりませんので燃やしたい場合は燃やしたい日当日の朝8時から10時の間にマンフリーズボロ消防救,急救助局 MH FMFRD の管理局に電話を入れてください。電話番号は六一五八九三一四二二です。そしてその日に焚き火を許可,し許可しているかどうかを消病署に確認することがあるということです。 確認する必要があるということです。週末に燃やしたい場合は六一五八四九二六六一に電話を入れてください。消防局長が天候や大気の状況に応じて毎日焚き火が可能かどうかを判断しているということです。また燃やせるものについてですが、州のガイドラインでは落ち葉や木の枝、小枝、その他木,木質性の植物や現場で集められた庭から出たゴミとなっております。ラダフォード郡にお住まいの方は 安全に燃やすことができる条件さえ整っていれば、バンセーフ tn。dot org のサイトよりや枝を集めたもん。集めたものをあらゆる大きさで燃やすえ、バーンパミットを無料で取得することが可能です市内を除く軍内で許可なく、それらを燃やすことは重大な違反となり罰金及びまたは30日以下の懲役刑が課される課せられる可能性があります。ご注意ください。 それから最後にも一つですマーフリズボロ市は最近住宅街にある交通量の多い道路の交通速通行速度を遅らせ安全性を目 安全性を高める目的でアレキサンダーブルバードに路面を少し盛り上げて速度軽減を促すスピードクッションを設置しましたこれは市のエンジニアリング部門がスピードクッションパイロットプログラムの一環として行っているものです市議会では市内のいくつかの地域で速度装置をテストするためのパイロットプログラム開始を決定し安全運転を向上させるために道路の完全に取り組安全に取り組んで改善に取り組んでいますアレキサンダーブルバードの 近隣住民は、えー、交通緩和のためにこのプログラムの申請を行っておりすでに高速,、えー、速度制限調査のための使用を満たしているということです。 駐車場や公園などで使用されているスピードバンプというものは車両速度を時速2マイルから5マイルに軽減させるというものですがこのスピードクッションは車両の速度を時速15マイルから20マイルに軽減,させる減速させることができますアレクサンダーブルバードには2月にスピードクッションを設置しており半年間の調査で近隣住民や運転手の反応を調査します調査終了後に結果を見て市はスピードクッションの使用を 継続するか他の場所に設置するかどうかを決定する予定ということです。 お知らせは以上です。1年前の原稿を見返していたらちょうど今から1年前の放送,放送で初めてコロナに触れていましたそれによると昨年3月9日の時点で州内でコロナウイルスが4件確認されたと書いてありましたあれから1年間で世界中で多くの人が亡くなる大流行となりいまだに収まっていないことからもコロナウイルスの感染力の強さを改めて感じていますまだまだお気をつけてお過ごしください えでは失礼いたします。こんにちはマイルスボロ山本まりでした。ごきげんよう。